I'm done with hitting your wall. Short notice, I just gotta let you know. You led me straight to the fall. I'm broken, I'm still trying skin and bones. You left me, you're all alone. I hate you, then you show up on my phone. I might need a miracle. I'm at a loss for words. おはようございます。今は4時59分。今日は4時20分ぐらいに起きて片付けして、これから向かおうと思います。この前の動画で言った通り、これから下関でフグを食べようと思います。はーい。楽しみ。ね、本当楽しみ。ということで、行ってきまーす。行ってきます。だいぶ明るくなってきたね。お、山口県見えたぞ。山口県岩国市に入りました。10軒目です。本州の最西端だからね。下道でね、神奈川から本州の一番最後まで行けるってすげえな。まあ、今日そのまま九州まで行っちゃうんだけどね。楽しみ、九州、ね、とりあえず腹減った。頑張れマナ。頑張りますよ。はい。はい、今3回目のガソリンを入れました。はい、いくらだった？4221円。やばい、4221円。神奈川から山口まで3回でガソリン取れるんだね。うん、そうだね。あと何キロ？138キロ。138キロ。30分ぐらいですね。もう130キロが近く感じてきたからね。そうだね、感覚がおかしくなってきたということで、もうちょいお願いします。関門海峡、九州と本州をつなぐ橋。すごい。すごいね。しかも高さ高すぎ。これもっと晴れてたらもっとめっちゃ綺麗に見えてたけど。そうだね。すごい、九州やもん。あれ九州です。やば。てか近いね、九州との距離。ね。すごい、もう普通に通り町みたいな感じ見えてる。ということで、もうすぐ目的地着きまーす。フグじゃなくてフックなんですか？フックを呼ぶようにして。へぇ、あ、そうなんですね。だってどちらも大丈夫です。なるほど、なるほど。ということで来ました、フグ刺し定食。本場の味をいただきます。いただきます。うん、ブリブリコリコリしてるね、コリコリ。ちょっと食いたくないから下でも一番やってるから食べて。はい。めっちゃ盛り上がってるね。すごい賑わってる。ね。てかめっちゃ美味しそう全部。ね。カツカキ。消える。消える。消える。溶けてなくなった。どっちがおすすめですか？浜田の方との。あとちょっと食べてみた。ありがとうございます。わー、見せてよ。浜田っていうやつだよ。普段なんかあんま食べれなそうだから。そう、パブリスター。食べようか。いただきます。いただきます。パブリサーモンがでかいんだよね、これ。ねー、ほら。めっちゃサーモンが甘い。はい、初釜。うますぎ。うまっ。やばいね。消えたわ。消える。とろけて消えた。トロトロトロだった。うまっ。美味しいですね。
めっちゃね、すごい出汁が染みてる。おいしい。ひろきもどうぞ。はい。さあ食べ終わったので、これからついに九州の方へ向かいます。てかマジここマジですごかった。市場自体初めて来てこんなに盛り上がってるもんだと知らなくてね。美味しかった。美味しかった。ほんと新鮮で新鮮、ね、じゃあとりあえずこれから九州行っちゃいますか。行っちゃおう。はい、ということで車戻ってきました。せっかくなんで関門海峡橋渡りたいよね。渡りたい。でも橋は高速道路なんでちょっと俺らのルール的に違反かなと思うんですけど、やっぱ思い出としてね、うん、旅の思い出なんでここは特例で、そこの橋の部分だけ高速に乗ります。はい、関門海峡を渡っていきたいと思います。はい、行っちゃいましょう。関門橋、関門海峡80m。 どっからここがあるんだろう。だったらじゃない、まだ山口県。すごいすごい、すげえ。本州から九州へ渡ってます。入った。福岡県北九州市門司区に入りました。イエーイ。今回の旅で11軒目です。すげえ。九州に突入。じゃあルール通り一番近いインターで乗ります。乗ります。320円。そしたらここから下道で今日の目的地へ向かいたいと思います。はい、はい、ということで目的地に到着しました。はい、ちょっとまだ時間が12時9分です。めっちゃ早いんだけどね。そう、ちょっと本当はもうちょっと福岡の方行こうと思ったんだけど、でもなんか時間あるかなんかちょっと夜か昼もつ鍋もありだね。ありだね。ということでちょっと一旦休憩しまーす。はーい。ちょっとお腹空いてきてね。うん。急遽これから福岡と言ったらやっぱもつ鍋でしょ。イエーイ。ということでこれからもつ鍋を食べに行きまーす。行きまーす。ちょっと食べ過ぎだね。食べ過ぎ。朝からちょっと美味しいものを食べ過ぎてますね。食べちゃった。でもこれでもう福岡へ思い残すことはない。十分だね。もつ鍋食べれたし。今の時間が3時5分なので、まあちょっと明日もまた長旅になるので、お風呂入っていろいろして寝る準備したいと思います。はい。また外食になっちゃったね。でも理由があるの今日は。今日めっちゃ寒いの。北風でビュービューで気温がもう12度ぐらいしかなくて、そう爆風で雨もちょっと降ってて、そうだから夜外で飯作ろうと思ったんだけどできないからホテル内の居酒屋みたいなところに来ちゃいました。はい、乾杯。最高。みんなでね、高評価ないかしあれじゃない僕は、キンキンに効いてる。やっぱ生でした。明太茶漬け。美味しそうだね。ちょっとあっさりめに。うん。明太ビビンバー。明太子うめえ。いい感じ。お風味ができております。ごちそうさまでした。ちょっともう眠いっす。今日だってね。4時20分ぐらいに起きてるから。ちなみに今は。19時39分。ちなみに以上よもう旅が明日でほぼ終わりだよね。うん。明日熊本行って、明後日鹿児島に着いて終わりです。なんか早い本当に。うん。てか1週間車で暮らせるってことはもう人生家いらねえなって思いました。いや本当にね、まあそれ不便なこともあるけど、うん、全然暮らせる。うん。それを今回伝えられたらよかったなって。うん。
いました。まあ、まだあと1日あるので、しかもちょっと明日もまた長旅になるので、今日は早く寝て、また明日に備えます。はい、ということで本日の動画はこれで以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。よーい、スタート。